手話が語る福祉のコーナーです。コーダ、コーダという言葉を知っていますか？聴覚障害がある親の元で育つ聞こえる子どもたちのことを言います。幼少期からの独自の経験を取材しました。クリームペストリーってチーズ入ってます？チーズは入ってない。チーズが入ってない、うん、1296円でございます。岡山市に住む新面昇さん、両親がろう者の家庭で育ったコーダです。両親に音の情報を伝える役割を幼い頃から担っていました。自分で学校に電話をして、今日僕休みますっていう連絡をすると、いや今電話してるから元気じゃろうみたいな、ずる休みじゃないかって思われることはたまにありましたね、なんか困った時に言った時に助けてくれるのが、例えば電話とか、なんかこうおかしな時とかに、誰かお客さん来たよって時にも僕が言うから、それが助かった。よく人からね、大変だねとか、苦労してるよねってよく言われるんですけど、でもまあ僕らからしたら当たり前だったので、逆にそれを言われると、あ、やっぱうち違うんかなっていうような、っていうのはやっぱ子供ながらには思ったことありますけど。コーダ、チルドレン・オブ・デフ・アダルツの略で、耳が聞こえないまたは聞こえにくい親がいる子どもたちのことを表します。日本に少なくとも2万2000人いるとされています。新面さんが中学1年の時に書いた作文にはこんな思いが。僕の父と母は普通の家族とは違うところがあります。それは障害を持っているということです。障害のある人もない人もお互いに助け合い尊敬し合える世界にしたいです。そして僕はその橋渡しの役ができたらなと思っています。コーダについて広く知ってもらおうと、今月岡山市で講演会が開かれました。親が聾者か難聴者かとか、片方の親だけ聞こえないとか、家族の中で自分だけ聞こえるのか、同じコーダでも背景が違うので、それぞれ個人個人経験は違って。岡山市出身で自身もコーダの安藤さん、大学時代にコーダという言葉に出会い、卒業後も研究を続けています。手話っていう言葉を使う聾者の子どものコーダっていうのは、もちろん手話が使えるだろうっていうような考えのもとで、コーダって言葉が広がった。でも実際問題、手話が得意なコーダもいるし、そうじゃないコーダもいます。で、私も小さい頃なんとなく手話っぽいので話してる記憶はあったんですけど、ちゃんとこう大人になって改めて手話を勉強直しし直しました。講演を聞くこちらの女性、彼女もコーダです。玉野市に住む岡部郁恵さん、両親の理容室を継いでいる岡部さん、幼い頃からよく店で手伝いをしていました。通じない時に通訳をするいう感じで、終わってお客さん帰られる時に挨拶しなさいっていう、代わりに多分させられてた感じですかね、どうもありがとうございましたとか言って。子どもの頃から手話を使っていた岡部さんにとって、親の通訳をするのは当たり前のことでした。電話をしてって頼まれた時に、なんか言わなきゃ、なんか大人相手になんか言わなきゃと思ったんだけど、だからあんまり電話かけるのは好きじゃない。通訳っていうのがコーダにとっての一つの負担になることもある。コーダでない子供にはない心の揺れというところ
時に生きづらさにつながるようなところでもあるかなと思います。13歳以上のコーダおよそ100人に行った調査では、小さい頃から親を守る気持ちがあったと答えた人がおよそ 70%、 周囲に親をバカにするようなことはさせないと思ってきたがおよそ 60% という結果も出ています。筆談でもいいし、口を大きく開けて会話をしてみるでもいい。直接子どもに頼らずに会話をしてみてほしい、諦めないでほしいと思っています。地域の人が集まる手話サークル、コーダの新面さんが姿を見せました。子どもの頃親と訪れていたサークルに去年から再び通い始めました。父親が病気した時に、その病院の先生と父をこう手話で説明ができないというのが、まあ一番その時は大きいきっかけでしたかね。ちょっと手話を学び直そうというので、手話学校に通わせてもらってます。両親とは主に身振りや口話でコミュニケーションを取っていたため、これまで手話を学んでいませんでした。小さい時から習ってればよかったんですけど、自分はやっぱ聴者なんで、やっぱ聴者としての生活がやっぱメインになってきたので、私も取り戻すわけないですけど、やっぱりしっかり勉強をして、まあ、聴者と聾者のまあ架け橋じゃないですけど、そういったのになれたらなっていう気持ちはあります。手話を使うことで聾者のことをより深く知り、聞こえる人との相互理解につなげる、コーダに生まれたからこそできることがあると新面さんは感じています。せっかく手話を、ね、改めて始めたっていうのもありますし、あの当時、ね、中学校の時に書いた作文の橋渡しっていう意味では、通訳者だったりとか通訳士になって、その子供の時に思ってたことが実現できれば、まあ、一番いいんですけど、なかなか多分厳しい道だと思うんで、まあ、そこは一生懸命頑張っていきたいと思います。多様な家族の形への理解や配慮が必要です。以上、特集でした。